い、こんにちは。笑って転げてチャンネルの伊沢です。てなわけで今日は一人なんで、今日ちょっとメダカを買いに行ってきたんで、その紹介をしようかなと。ね、見えるかな。これこんなやつを買ってきました。これとこれですね。こんなの、これはちょっとメダカすくいでいろんな種類をちょっと取ってきたやつですね。ちょっとヒレが長いのやらなんかいろいろありますね。パンダっぽいな。これを買ってきました。見えるかな。で、あとは水草と、あと貝ですね。貝が多い。この赤いも上手に、これですね。はい。を見つけ買ってきました。で、一応その自分が作ってるメダカの団地の中でまだ何も入れてないとこあるから、これを入れようかなって。で、あとこのお店ですね。メダカ道の駅っていうとこで買ってきました。この絵になってるお姉さんが店長さん。ものすごくノリがいい、感じのいいお姉さんですよ。みんなぜひ行ってみてくださいね。ここで、ついでにおまけにこうサンプルの餌もらってきました。まあちょっと食べれないんで味は分かんないですけど、ちょっとこれもやってみよう。さあ、どこに入れますかね。このちょっとパンダっぽいやつはここに入れようかなと思います。まあ一旦ここに入って、いい。で、ここにさっきのこう水草入れましょうかね。感じに入ってますね。よいしょ。で、あとこの貝たちはですね、なんか適当にちょこちょこっと入れときましょうかね。間違ってメダカってツンツンしてますね。で、ついでにちょっと餌をやってみようかと。このちょっとサンプルでもらった餌をやろうと思います。入れ物がなんか試験管みたいなのが入ってます。こんなよいしょ。
ね。それだけで食べて。めちゃめちゃ食べてますね。まあ言葉を喋らないで美味しいか美味しくないか分かりませんけどね。まあ美味しくいただいてる感じですね。美味しいんでしょうかね。これまだ入れてないんですね。あのメダカすくいですくってきたいろんな種類のやつですね。ここちょっとあの掛け合わせするルームを作ったんで、そこに1匹ずつ入れて何かこの種類で合わせて身をつないで入れろかなと思って。はい、ここはあの黒いやつとこの 青っていうんですかね、メタリックみたいなやつのとこですね、ルーム。でこっちはこいつ、この半分赤いやつとこのなんか何ですかね、鱗の模様がはっきりしたやつのとこですね。でこっちはヒレが長いなんか青っぽいやつと2色のやつ。早速なんかさっきずっと送ってましたちょっかい出しますね。いやねんっていうね。ここはこのヒラヒラしたやつ、はい、とこの青いやつが一緒に共存しちゃうところですね。こいつらさあどんな子生まれますかね。ここがちょうどこうあの違う種類違う種類出てってるところですね。